今から遡ること33年前、藤原敏夫が外交人として初めてムエタイ二大元老の一つラジャダムナンの王者となった。その遺伝子を継ぐ男、渡部泰輝。師匠直伝のムエタイ破りは折れない心、決して引くことのないそのスタイルで真っ向勝負を臨む。島選手、日本での試合は初めてなんですか？そうですね、初めてです。全く初めて。あ、ね、できれば、はい、ゆっくりと強く喋ってもらえます。そうですね、はい、日本語がちょっぴり苦手になってしまった逆輸入選手、島一成。130針です。全部試合ですか？全部試合、肘。肘で切られて。はい、そうですね、全部試合、肘ですね。うわぁ。阪神会でラジャダムナンのランキングをつかんだ逆輸入ムエタイ選手がついに日本初登場。ミドルが多分自分得意なんで、それを見てほしいです。島はムエタイスタイルなんで、ダブル PM ブルールにはすごく合ってると思うんですよ。本場ムエタイの芸術は島一成が見せる。付き合わないような感じで考えてます。強いですよね、パンチと蹴り、首相撲対策、もうメータイ対策っていうんですか、しっかりできてるんですけども、まあ、あえてうちは真っ向メータイスタイルで勝負するしかないかなと思っております。 WPMF 日本ウェルター級王座決定トーナメント準々決勝、渡部泰輝 VS 島一成。